石橋為之助石橋為之助石橋為之助から1927年4月28日は、日本の政治家、実業家、新聞記者。第6代神戸市長12月22日の1925年6月3日。大阪府出身。1871年7月19日、大阪府に生まれる。15歳の時に小学校教員検定試験に合格し、20歳まで教員として働きながら、英語を勉強し、同志社大学に入学。明治法律学校卒業後に、米国に留学。朝日新聞社に入社すると在職中に衆議院選挙に立候補、当選し、10年間国会議員を務めた。国会議員と新聞記者の両方の職を辞した後は、山陽製鉄社長、広島ガス電気取締役、帝国石油取締役、鈴木商店顧問などを歴任した。1922年5月27日に増税案をめぐる市会との対立から第5代神戸市長の桜井哲太郎が辞職すると、市長選考委員会に全権を委任された委員長、勝田銀次郎から就任を打診され、了承。同年12月22日、第6代市長に就任した。石橋は勝田にとって50歳代、外国語に、堪能、神戸の事情や都市行政に通じているといった。神戸市長に必要な条件を満たす人物で、日米製鉄交換契約の締結交渉に活躍した実績もあったが、他の市議たちにとっては想定外の人選であった。前任者の桜井を苦しめた第一次世界大戦後の不況は収束しておらず、石橋は市会の要請を受け入れる形で2回にわたり131人を解雇する人員整理を断行し、緊縮財政を敷いた。1925年6月3日に在任2年6ヶ月で辞職。1923年9月1日に関東大震災が発生した際に計上した10万円の慰問金のうち2万4,000円を救援事務担当職員の慰労金に充てたことや、須磨区での水道敷設工事に関する特別賞与として約2万円が石橋自身を含む市職員に支給された問題をめぐって市会から追及を受け健康を害したことが原因とされる。1927年4月28日死去。ありがとうございます。